koraku mita mita mada wakaran demo koan kore wa mokuteki kana japani kore wa japani da na ii kagen ni shite kudasai kaite kaite shio o makimasu yo ah kore wa japani kore wa ano ojiisan ka ma koraku mita koan to japani to hanasu dakara kore wo yatta tabun ano kinpatsu to hanasu daro kore wa ano kinpatsu no ojiisan kana tsugashi hito japani tabun ah wakari nikui demo kore wa seikai kana kaku yoshi japani mitsuketa. ¿Dare nano? ¿Kimi tachi hayo gonja? Digo, ah, demo dame, watashi wa ima, isogashii n dakara, hito sugashi o shite iru n damon. Ne, anata shiranai kana, kareshi yatte, juppo. Juppo. Jippani janai ka. Dame, jama da. もう動けない。ひどい。なんで。邪魔やろ。ああ、まあジャポニーと話したその後わからん。じゃあこれ捨てる、このサングラス。これなんだ、マーチェントか。 別に戦士じゃないこの人。あの逮捕かなりすごい。逮捕すか。じゃあ捨てる、これ。ああ、そっか。赤の理由は、このやつら捨てない。捨てられない。じゃあ、怪盗。一番強いやつ、逮捕ね。 ルックダメ。マース。マースもダメ。逮捕いいか。逮捕すか。逮捕持ってる。多分。これか、あのダメなやつ。なんでここに。よう、どうしたい。人、風呂、浴びるか、気持ち、なんだ、風呂か。 風呂に入る。なんだこれは回復のため。じゃあ今33あのクレオ。はい。どうするんで。奥見るなんだ。見たくない。奥なんだ。花瓶。呪い人形。 え？花瓶。何のため？じゃあ呪い人形。呪い人形。あ、よし、このゴミ捨てられる。そっか。捨てる。回復しなかった。ベッド使える。 寝ろ。どうやって回復このやつら。あのルーリー、ルーリーや。あのルーリーや。あのババ。そっか、ルーリー食うと回復かな。これじゃないね。ちょっと知っているかい、公安の街には。 レパントっていうのお金持ちが住んでいるそうよ。ええ、ええ、ええ、公安の町、過去の町から南西、南、いや、南西だよ。これはヒントか。さあ、目的地は、あの、なんという奴。地、いつになったら借金の払うつもりだ。お前。
疲れただろう、ゆっくりお休み。これは無理よね。ただで休めれる。休まられる。ああ、ババ役に立つね。残りのやつら、別に役に立たない。じゃあ、公安か。目的地は公安かな。でも何のため、あの行楽を読めなきゃか。ジョポニー。このやつ、真ん中のやつら。こっち、仲間ね。このやつも仲間になれる。ガスパ。親、あんたに確かあんたが一番のお客の逮捕を連れてしまうから、こっちは困ってるんだぜ。もう、お前仲間じゃない。なんで。トランの城へ行くだって、逮捕のやつも何を考えてる。この中、何もないだろう。あ、これ手に入れたかな。手に入れたやつ。階段見つけた。ババだめ。この金髪わからん。10歩。人違いだった。夜、そうだな、行楽のこと、夜になる。あの屋敷入る。ああ、そっか、宿屋か。あの宿屋スカウト、夜になって入れるかな。どうかな。よし、みんな強い。すべて強い。情が薄い。彼は情が薄くて人の気持ちを理解しようとしません。情が移る。なんだあの左は公安か。まムササビ、ムササビリスか。情が移る。友達の猫を一週間預かっていたら、情が移ってしまいました。情に脆い。彼は情に脆いので、借金に来る人がたくさんいます。じゃあ、呪縛。次は呪縛。入れる。おい、おっさん、いい加減にしてください。帰った。これは目的地ね。こっちも入りたい。今仲間になれる。誰だよ、あんたかよ。仲間になれ。我々強い。弱いか。誰だお前。ウキキ、レパントの旦那のお屋敷に行っただって、あんたらみたいな素人が正面から行ったんじゃ、何年経ってもレパントには会えないって、それよりどうだい。おいらの話に乗らないかい。レパントに合わせてやるぜ。ああ、よし、目的地見つけた。信用できない。へ、じゃあ、一生そうやってな、間抜け。話を聞こう。よし、聞いた。ここじゃ、場所が悪い。宿に、宿に部屋を取ろうぜ。宿か。さて、お前の話とやろう。聞かせろよ。
Seruna, Seruna, antara Lepanto ga nande dare ni mo awanai ka shiteiru ka? Naze nan deshou ne? Aitsu wa ne, antara mitai na teikoku ni hamu ni wa mukao shudan to kakkawari ai ni naranai tame ni dare tomo awanai nda. Naze da mashu no hanashi to yousu ga chigai o違うな。さてね、それより、ここからが本題だ。レパントには大事にしているものが2つある。1つは妻のアイリーン、もう1つが、メイトキリンジザ。そこで、そこでだ。メイトキリンジを出せば嫌顔でも嫌顔でもレパントは追ってくる。そしたらそこであんたらはレパントに話すなり脅すなりすればいい。どうだい、わかったかい。なるほど。でキリンジを盗み出すにはどうするんだ。うっきき、おいらに任せときな。しばらくしたらレパントの家に来な。 そいじゃな、ウキキ。今度は泥棒の真似事ですか。嘆かわしい。真似事じゃなくて泥棒だよ。いいぞ、進んでいる。そろそろ時間だな。行こうじゃないの。お前仲間になれ。このおかま。レール。 どうちかに、うん、ダメで弱いわ。これは夜か。よし、新しいやつ、これか。まずジジ。家が現地が出て。来たな、よし、待ってろよ。んなわ。 いや、だ、読めなかった。なんだ。もう一度。なんでセーフした。聞いたな、よし、待ってろよ。ほらよ、できたぜ。そら、行ってきな。お前は行かないのか。俺らの仕事はここまでだ。こっから先はあんたらの仕事。俺らはここで待ってるぜ。 どうだった？え、ダメだったのかよ。素人目。まあ今回は引き上げるぜ。え？<笑>なんだ。今度こそ尻尾失敗すんじゃねえぞ。まあいい。うん。はいはい。 なんなん目的わからん。なんだ。何か盗むか。はしご。これはしご。よし。あ、これはステルスゲームか。飛べない。宝箱。これは。なんだ。片手。いらない。 まず右か。右行けない。ダメダメ。これは行き止まり。ん？スロットマン。情に脆い。これは情に脆いので借金に来る人がたくさんいます。重箱。 重箱の隅の方に来る。彼は重箱の隅。重箱。スロットマン。何もない。誰？仲間か。ああ、どうも。足は見ての通り、ただの
Soko ban de sa. Anata tachi wa kaihōgun no kata soka. Kanu koto okiki shimasu ka ne. Kaihōgun no kinko te no wa ookin desu ka ne. Mada nain desu ka. Demo ooki no o sukuru ki wa aru. So desu ka. Naruhodo. Taini dono. Kono roku kanete yori kaihōgun no nakama ni naritai to omotte orimashita. Zei kono watakushi me mo. Kotowaru. So desu ka. Demo ooki kinko o tsukuru toki ni wa kono ashi ni koe o kakete kudasai ne. Nakama, arigatou gozaimasu. Sakusoku ooki kinko o tsukuru ni ikimashou. Roku. O kusuri o teni reta. 700 pochi ka. これは窓か。これは出口か。ああ、スロットマン。またスロットマン。重箱の隅をほじくる。彼は重箱の隅をほじくるような男です。18番。ピアノ演奏が彼女の18番です。なんだ、強いスロットマン。まずはこっちか。これは目的地か。いえ。何もない。機械兵。強いか、機械兵。18番。ピアノ演奏が彼女の18番です。そうだな、18番。それは面白いね。なんで18番だろう。よくわからん。日本語は私の18番です。10人といろ。会議では違った意見がたくさんありましたが、それも10人といろだからです。強い。死んでいる。10人並み。彼には10人並みの才能しがありません。死んでいる。反撃。グレミオ死んでいる。グレミオアイトン。貝大丈夫かな。ああ、しょうがない。そうだな、もっと薬買おう。何それ？スローインナイフ。アーチャーだと思った。アーチにやめた。忍者になった。10人といろ。会議では違った意見がたくさんありましたが、それも10人といろだが、だから。です。またすぼ。この場所何もないか。なんで。ああ。強いすぎるこの鎧ども。10人並み。彼には10人並みの才能しかありません。術中に落ちる。死んでタイニー。そして自分。それは大丈夫かな。もうなんでそんなに弱いこのやつは。タイニー、グレム死んでいる。術中に落ちる。
落ちる。調子の術中に落ちる。土曜出勤の約束をしてしまいました。なんだ、死んでいる隊に自分でやるか。エングレム、ビックルール、蚊がなく、いや、術中に落ちる。同様、上司の術中に落ちり、同様、出勤の約束をしてしまいました。蚊が鳴くような声で、彼は蚊が鳴くような声で秘密を打ち明けました。カバン持ち。彼は肛門のように振る舞っているけれど、実はカバン持ちに過ぎません。もう強いすぎるがね。誰だ。これはいいか。これもう一度受ける。じゃあこれボスか。これなんだ、ステルスゲームか。これ戦おうか、ステルスしようか。ただのステルス。まあ簡単だろ。簡単すぎる。ああ、失敗。おお、邪魔だ。邪魔者。カバン、彼は肛門のようにに振る舞っているけど、実はカバン持ちに過ぎません。壁に突き当たる。壁に突き当たる。貿易交渉は壁に突き当たっています。カビが生える。今回簡単。まずアイテムか。もうスロットマン、またスロットマン。カビが生える。彼の考えはカビに入っています。株が上がる。大切な契約をいくつもり取って、これは罠かな。見切りの封印機を手に。いいか、ゴミか。はい、いや、即の紋章。どこ、株が上がる。大切な契約をいくつもり取って、社内での株が上がりました。お株を奪われる。お株を奪われる。彼は歌が得意ですが、昨日は同僚にお株を奪われてしまいました。兜を脱ぐ。市場調査の分野で競争。箱何もないね。いつも通り何もない。スロットマン。
Kabutonugu. Shijo chosa no bunya de Kyoso kaisha ni kabuto nugimashita. Kachi ni jōjiru. この2人かなですよ。ああ、めんどくさい。勝ち。勝ちに乗じる。今日は党は選挙での勝ちに乗じて法案を次々に提出しました。 もう一度。勝ちに乗じる。共和党は選挙での勝ちに乗じて法案を過ぎ過ぎに提出しました。角が立つ。死んだ隊に。隊に死んだ。まあ大丈夫かな、もう一発いける。 いや、まあ多分殺せるこの二人。この大に死ぬ前に。どうだ大に。大丈夫大に。はい、いや。あのやつ大に物持っている大丈夫。角が立つ。角が立たないように言葉 使いに気をつけなさい。タイに薬ないか。お薬、よし。リファンド。リファンかな。レザーアーマー。 そっちは目的地かな、こっち。火の紋章。いや、これは階段。いや。逆だ。角が立つ。角が立たないように言葉使いに気をつけなさい。角が取れる。400ポッチや。 なんだ仲間か。これは何だ、何もない。あ、出口。ロック外せない。お、驚いた。何だい、あんたらは。こそ、ドロ。こりゃ、ご苦労さん。誰だ、お前は。お、あちきの。 ことを聞きなさる。あちきはからくり師の十法というが、あんたは誰だ？あの金髪のやつ。からくり師？じゃあこの厄介な仕掛けはあんたが作ったのかい？そうともそうともよ。あちきが作った仕掛け楽しんでもらいたい。 思われたかい？冗談じゃでしょ？おいお前、今しい仕掛けを早いところ止めな。そいつは難しいかも。からくり人形たちは止めてあげるか。大きい仕掛けはちょっと無理かな。まあ、楽しんでくれよ。解放軍の皆さん。終わり10分。 じゃあ、10分のなんだ、妹とか。なんだ、わからん。メイ。金のメイか。手に入れ、なんだから、ゲーム。お宝。お薬。
だこのゴミなんだよこれ。なんだ。ひどい。経験値を10失った。いやいや。何の意味これ。意味ない場所。ただのゲームか。ランダム。俺は何かできるかな。はい。最初は宝。前回と同じ。これはランダムじゃないか。だから次はマイナス10。前回はマイナス10だった。これはランダムじゃないな。マイナス10なんだ。何の10？その薬、あの疑問符欲しい。あの疑問符目的かな。あ、いえ、これは進むか。そっか、次の道、上の道行かなきゃかな。ひどい、この経験値のやつ。そうだな、上の道行くか。そういうことかな。これ、これはできるか。いや、これはランダム。これはランダムか。ランダムらしい。めんどくさい場所。多分上の道かな。この疑問符なんだ。疑問符。それとも上の道。また失敗しちゃった。これはなんだこのデブルマン、モンスター。カードが取れる。社長も、カードが取れて話しやすくなりました。カード番に立つ。彼は大学を卒業できるかできないか、カード番に立っています。目に角を立てて。彼女は目に角を立てて私を見つめました。影で糸を引く。政治派閥は彼が影で糸を引いています。まあ10だでもいいかな。10の経験値、これはランダムね。だから今回外したね。何か悪い意味試しよう。これはランダムか。これはモンスター。モンスター悪いかな。めんどくさい。
じゃあ今回もモンスターならランダムじゃないね。そうだな。これはランダムじゃない。はあ。影で糸を引く。まあ疑問符まで合流しかないだろう。疑問符とそれともあの上の道行けるかな。影で糸を引く。あの政治派閥は彼が影で糸を引いています。あ、死んだタイニー。カイ、薬持ってる、タイニー、なんで薬持ってる。カイ、またスボ、めんどくさいこの場所。よし、疑問符じゃない。経験値いいね。リファンド。俺の盗んだ経験値をリファンドしちゃった。もうめんどくさい。でもランダムじゃないね。ランダムではないね。いつも同じ。じゃあ、試しよう。この調子で、ランダムしよう。じゃあ、一回入る、どうだ。影になり、日向になり、影になり、日向になり、彼女は影になり、日向になり、私の経歴を助けくれました。あ、死んだ。みんな死んだ。あ、タイニー攻撃。グレム、いや、防御じゃない。自分。いや、防御いいか。どうかな。まあ、とりあえず回復。影になり、日向になり。彼女は影になり、日向になり、私の経歴を助けてくれました。陰口を叩く。彼がいくら陰口を叩いても私の信用は落ちません。もうタイニーやろ。んー、どこ。食べじゃない。どんどんレベルアップしているこのやつら。みんな、まあ、まだアイテム使える。オーグスリー4このやつ。タイニー自分2つ、それだけ。もう早く疑問符。ああ、同じじゃない。影ひなたがある。彼女には何事にも影ひなたがあるので信用できません。
影が刺す 2人の関係に 影が刺し始めたのは 誰の目にも明らかでした 影が薄い 新しい技術が導入されて 熟練工の影が薄くなりました 影も形もない まだ大丈夫 去年すごく流行った歌手は 今年は影も形もありません もうこのゴミ場所 疑問符 さっさと 疑問符 モンスターじゃない いいぞ クソ モンスター モンスターやろう これは全てランダムだ ただの運ゲー まあ運ゲーじゃない これはランダムじゃない ただの待つゲーム さっさと疑問符 疑問符 上の道 進んだ ダメダメ ちょっと失敗しちゃった セーフのところいつだった いやダメダメ もうしょうがない 次はセーフだな そうだな これはランダムじゃないだから あの上の道行ける でも疑問符なんだろう 次同じね はい そして次は あの上の道まあまあ まだ上の道をやる その後こっち戻るか 疑問符を いいえ これは同じか これは違うか これは違うか 次は上の道ね いや同じね 多分同じ じゃあセーフしよう この上の目的をやれ そして戻る よしこれはなんだ キリンジってのはこいつだね ほうさすがにメイトだね メイト、これメイトか メイトにキリンを手に入れた クレオさん用が済んだならさっさと逃げましょうよ そんなにビビるな夜暮れみよ マクドールへの坊ちゃんが泥棒で捕まったらいい笑いものですよ それだけ じゃあ次は疑問符か これ同じね どうかな疑問符まで行くか そうだな疑問符 疑問符なんだろう 疑問符じゃない まあ同じね これはランダムじゃないだからいつか疑問符手に入れる 疑問符手に入れた後 ここから出ようか 疑問符なんだろう 何かいいもの 疑問符 よし じゃない もう いらない この目的地も終わり 疑問符 神 神人へのさ
神人へのさ、これ疑問符、疑問符らしい。もう45分かかった。やめ、よし、モンスター。モンスターめんどくさい。やりたくないモンスター。疑問符、これが疑問符。いつも惜しかった。さっさと疑問符。さっさと疑問符。だからもっと薬、ああいいだろう。疑問符だからか。ああクソモンスター。多分すぐ疑問符ね。もう少しで。どこ？影ひなたがある。彼女には何事にも影ひなたがあるので信用できません。影が刺す。二人の関係に影が刺し始めたのは誰の目にも明らかでした。影が薄い。新しい技術が投入。はい。疑問らしい。これ疑問符ね。くそ。惜しかった。これはランダムじゃないだから。別に惜しかったじゃない。まあ、モンスターじゃなくてよかった。いや、まあ、たくさんって、ね、3連続 EXP 経験値手に入れた。さっさと疑問符。よかった、これ終わり。え、ルーインコールなんだ。ルーインコール、これ全員の HP を少しか。これなんだ。これは回復技、わからない。でもいいぞ。出ろ、この場所、クソ場所から。まあいい、ルーゴー、インゴー。いいぞ。まあ、別に回避。なんだ。はい、盗んだお前の剣、お前の、なんで。ただのカカシ。こっちか、こっちは出る道かな。はい、遅いぞ遅いぞ。獲物は、おお、よくやったぜ。早いところ宿に戻ろうぜ。いや、さすがおいらが見込んだだけあるぜ。おいらも一回忍び込んだんだが、へんてこなからくり人形が出てきて何にも取らずに逃げ出したんだ。知ってて行かせたんですか？か、まあまあいいじゃねえか。それよりもウキ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 
どうだい疲れたろお茶でもどうだいまたまた毒お茶お茶なんだトラウマかお茶またトラウマ来ましたさあさあ一息入れなよクリン君んなんだよウキキキ君が最初にそれを飲んでもいいよえいやおいらは何にもしてないから疲れてないしキキそんなこったろうと思ったそんな手に引っかかるような間抜けじゃないぜ一回引っかかったくせに俺たちを出し抜こうなんて不定やつだなんだえホークホーグンかレパント出てこんかこそ泥が早く出てきた方が身のためだぞ、ずいぶん早いなもう見つかったかへえへおいらが知らせといたんだあんたらが寝ている間に捕まるようにね行こうぜホッコーグンと戦う海保のキリンジを盗み出したのはお前がおとなしく返せばよしさもなければなんだてんてんてんかこのこそ泥がグーの根も出ないかどうしたんですか坊ちゃん本当のことを話しましょうよ大人様マッシュ様の話を忘れたんですか彼がレパントですよ多分何マッシュ殿がマッシュ殿の誘いならばすぐにも力になりたいが私には、これは同じかだろう。実はマッシュの勧めで。何マッシュ殿がマッシュ殿の誘いならばすぐにも力になりたいが私には捨てられないものがあるのです。キリンジを置いてお帰りください。なんだ。わかりましたか。刀は返します。かたじけありません。では、これにて失礼させてもらう。旦那様。どうしたジョパネ。あ、ジョパネ。あなたの力が。あなたの力が必要なんです。せっかくですが、私を。下を家人たちのことを考えると申し訳ありません。私は嫌なんです。私の身が私一人のものなら喜んで力を貸したのですが、今はそういうわけにいかないのです。あなたたちから申し訳ありません。今はこの暮らしを捨てたくないのです。それが妻のためでもある。ああ、せっかくわらわしわしわし。まあいい。ああ、かたじけありません。まあ、これ終わりか。ちょっと休みます。